いや、シティーハンター。ね、よかったわ。見た？俺、これもらったよ。これ。これ。ね。北条司先生のサイン色紙。な。これ。うまいよね、相変わらず。絵がすごい上手。めっちゃうまいよな。これ、サイン色紙もらいました。いや、でもね、ジャッキー・チェンの、ジャッキー・チェンのさ、方じゃねえよ。古いな、君も。それってさ、1990年にやってた、ジャッキー・チェンが主人公のシティーハンター実写版だろ？大ゴケした。あんなの見るわけねえだろ、バーカ。あ、ごめんね、バカっつって。あんな見るかよ。そんな古いやつだけど、最新のやつ、9月8日にね、9月8日に、先発の誕生日に、公開された新作映画ですよ。面白かった？いや。まあ、ネタは言わんよ。ネタバレするとあれだけど、俺はね、なんかね、違うなと思ったんですよね。原作知ってる以上からそうなんだけど、海坊主はあんなことしねえから、オープニングね。オープニングのこと言うけど、海坊主はあんなね、バカなことしねえんだよ。もっとさ、シビアでさ、ああいうの絶対否定するじゃん。そういうところはね、ちょっと甘いなと思ったよ。あと、声優さんのね、小山真美ね。声優さんの小山真美さんの声が、まあ、元あられちゃんの声なんでやってんだけど、ちょっとしゃがれてて、もう、どっちかというと、声がちょっとね、やっぱり昔に比べたら少し衰えたかなと。だから、源田鉄章の声は合ってた。海坊主の声の、源田鉄章さんの声は、バッチリ変わらんかった。あとはちょっとね、やっぱりやつれてたね。もう少し張りとかがなくて。でも俺は昔のその声優さんを使ったあたりは大評価してますけどね。昔の声優さん使ったあたりは。でもシティーハンター映画は、まあ10点満点中4点かな。ちょっともっこりのね、シーンがね、多すぎた。まあそれは別に好きな人は、原作が好きな人はいいけど、あんなにね、もっこりシーンはね、ちょっとね、なんか、もっこ、実写版じゃないよ。もっこりっつっても、だから、量のチンポがポコンってでかくなるじゃん、漫画だと。一切ないんだよ、映画だと。それがあれば俺も評価したけど、ポコチンが、チンポが、この、ボーンって言ってさ、でかくなるっていうシーンが、一つもなくて、なんか、それでもっこりもっこりって言われても、俺にとっては、チンポがね、勃起する、あのシーンが俺が好きなのに、いや、ないんだもん、だって、それが映画版だと。アニメ版だとは普通にそうだったんだけどさ、昔の。ハンマーはあった、ハンマーはあったけど、ハンマーも多すぎた。ハンマー何十回見たことやろ、もう。もういいからっていうぐらいハンマー、香りのハンマー見たよ。まあ、でもまあ、悪くなかったよ。というわけで、シティーハンターね、まあ、シティーハンターが大好きな人にとっては面白いと思います。ぜひね、これはね、色紙がもらえるんで、どうぞ、ね、よろしくお願いします。